ジでなんかもう少年が好きなものが詰まってる。なんか思ったより活気がないというか。あれ、本当だね。入っても誰も人がいない感じがね。こんな奥まった場所にある。転覆しそう、転覆しそう。どういう状況？おはようございます。よし。来ますか。はい。今日のテーマはね、週末旅。全然平日だけど、なんかさ、バンコクから1泊2日で行ける場所行きたいなと思って、荷物とかも宿に置いてさ、ちょっとこの手軽なスタイルで1泊2日旅をしたいなと思って。今日どこ行きますか？今日はブリブリシリーズ第3弾。ブリブリシリーズ第3弾。ラブリーに行きまーす。ノンタブリー、カンチャナブリーからのね、ラチャブリー？ラプリー？ラプリー。ラプリーか。はい、ということで今日はバンコクからバスで約2時間、ラチャブリーに行ってこようと思います。なんかラチャブリーって言ったり、地元の人はラブリーって言ったりするみたいですね。チケットカウンターの上に座っているおじさんからバスチケットを購入して、いざ出発です。そんなに有名な観光地ではないのですが、例によって至極の宿を探すスタイルで、今日もいい宿を見つけてきましたので、ぜひ一緒に旅気分を味わっていただけると嬉しいです。それでは行ってみましょう。ドハズレやないか。はい、着いたね。結構難易度高かった ね、バスの。なんかいろいろ言われたけどよくわからなかった。なんかあんま外国人乗り慣れてないのかな、そのバスに対して。そうね、外国人対応に慣れてなかった感じで、どこで降りたいのか全然わからなかった。どうしましょうか。ちょっとね、今日の宿が若干離れてんだよね。ここからグラブタクシーするか、なんか近くにスクーターレンタルもあるんだっけ、バイクレンタル。一応一個あるけど借りれるかわからんっていう感じ。一応行ってみるか。うん、すごい美味しそうやな、これ。すげえ美味しそう。日本語でなんか説明書いてるしさ。一つ食べてシェアしない？そうしようか。タイティー、抹茶、抹茶か、これ。ココア、ピンクミルク、バタフライピー、ビール、フルーツパンチ。グリーンティー良くない？いっちゃう？抹茶いっちゃう？グリーンティー、グリーンティー。なんか綺麗なお店だな。めっちゃ本格的なん来たんだけど。すごくないこれ。日本のなんか京都とかで出てきそうな抹茶かき氷。日本でこんなことめっちゃ高そうね。めっちゃ高いね。600〜700円ぐらいするね。うん、いただきます。すごく美味しい。すげえ。いや、抹茶がすげえ濃厚。タイすごいな。もう日本クオリティをタイで安値で食べられるようになってる。うん、優しく。こっちパンが入ってる。あ、本当だ、パン入ってるわ。うん、乾杯した。最強のやつ作っちゃうな。最強のやつ。うん、最強の一口。最強の一口。出た、スプーンの上でカレーライス作る系のやつだ。どうこれ最強の一口。はい、うわ、うまっ。うん、何これ、レベル高。うま、ん、かったね。想像以上だった。じゃあバイク屋行ってみますか。しかもちょっとあれだったよね、レビューもなんか貸してくれなかったとかさ、多分地元の人向けにやってんのか、外国人にはちょっと厳しいかもしれないけど。タイ語で行かんといけんな。タイ語で行っちゃう、ついに。サワニかな。借りれた。借りれた。なんかぶっきらぼう。どうしよう、その水上マーケット、うん、先に行ってみるか。行ってみようか。うん、バイクで行ける距離だもんね、多分。これですかね。ここだよね。着いたっぽい。着いたっぽいけど、なんか思ったより活気がないというか。あれ、本当だね。時間が遅かったのかな。4時に閉まるんだっけ。うん、でもまだ3時だけどね。終了のお知らせですか、これ。もうみんな終わった感じの雰囲気を出してるけど。
出してるよね。あ、売ってるね。ああいうイメージ、ああいうイメージ。まあそりゃそうだよな、市場だからだいたい朝盛り上がるよな。このダムヌン・サドゥアク水上マーケットはラチャブリーの文化保存と観光用に開発された水上マーケットです。新鮮なフルーツやローカルフードなどを山積みにした小舟が運河を所狭しと行き交い、景気のいい売り声が飛び交っているはずだったのですが、やっぱり一番活気があるのは午前中だそうで、僕たちが行った時間にはもうだいぶ店じまいムードでしたね。ちなみにバンコクを6時半頃に出発して、この水上マーケットに来る日帰りツアーがラチャブリーを訪れる旅行者の王道パターンらしいです。でもさ、あそこでなんか欧米の人たちボート乗ったりしてるから、それでどっか行ったりするのかな。あ、これボートを書いてるね。高っ。モーターボート400パーソン。高いよね。僕はここで扇風機を当たってお昼寝するよ。見て見て、はい、桜みたい。もうそろそろ春ですね、日本もね。ね、ロイヤルマウンテンビュー、もういいぞ。これは私のイーアドセンサーが反応していますね。この入っても誰も人がいない感じがね、イーアドあるあるなんですよね。どうしたらいいんだろう。誰か、これかな。あ、人が来てくれた。ハロー。 Yeah, yeah, right. Okay, the room is over there. Over there, okay. Here? あ、こっちか。ここじゃないんだね。ちょっと離れるのかな。お兄さんもバイクで。ここ？ここ？何の表記もないけど。こんな奥まった場所にあるの？え、なんか水出てきたんだけど、川沿いなのかな。俺完全に山の中だと思ってたんだけど。おお、ここに止めたらいいのかな。え、ちょっと待って、めちゃくちゃいいぞこれ。ごめん、めっちゃいい。やばいやばい、興奮を隠しきれない。え、めっちゃよくない。 Yeah, from Japan. Ippon. What city? 広島。広島。 Yeah. At the south? Yeah, kind of south.すげえな。The one boat over there, you can sell it. You have the boat as well? Yes. No way. Kayak みたいな。Can I see the room maybe? Yes, you can see. わあ、可愛い。好みだわ。めちゃくちゃいいじゃん。And you can up to the second boat.セカンドフロア？セカンドフロア？あ、これ上があるの？あ、これはしごなんだ。いやーいや。どういう状況？最高な景色なんだけど。宿で2階を作るっていう発想が素晴らしいわ。よいしょ、こっち見て景色。うわー、いいね。あ、風が気持ちいいし。そうなんよね。最高やないですか。風がすげえ気持ちいい。腹減った。晩飯用意してくるらしいね、お兄さんが。このトイレが好きやわ。このトイレね、気持ちいいぜこれ。トイレ、雨降ったわ。でっかい傘ついてるけど。オープントイレ。ほんでここにシャワーもついてんだ。ここでシャワー浴びるんだ。うん、これ開放的よ。ここだと目合うもんね、多分。うん、あ、でも一応カーテンついてんだ、うん、あ、すまん。このフリー扇風機置いてるのいいな。
東芝製のなかなか見ないぜ最近これ。ちょっとモダンさもあるというか、こんなんか何扇風機みたいなの、東芝じゃないやつもあるし、タオルとかトイレットペーパーもおしゃれに置いてて、ケトルもあるしさ、これ可愛いぜ。何何、あ、明かりがつくんだね、素敵やな、すごい場所だなここ。The body is here. ああ、OK、 かわいいね。 The body is OK. Yeah, yeah. Can you? Yeah, yeah, of course, of course. 右に、ああ、転覆しそう、転覆しそう。あ、どういう状況これ二刀流のほぼ水面だよここで、これはオールチャチオール全然ですちょっと結構怖いかも帰ろうか、帰ろうかな、帰ろうか、進んだ距離 10m フィニッシュフィニッシュ、一人でやったえ、どういう状況なの、よいしょ、おー、これなかなかね、落ちそう、よいしょ、すごいな、マジでなんかもう少年が好きなものが詰まってる、本当に秘密基地って感じだ、最高やなこれ。あるあるやるな。あおお、Thank you、ディナーだ。Try it。うまそう。オムレツ、yeah. オムレツ、これなんだっけ ？It's a water spinach。Water spinach。Try with sauce。へえ。Try it。Thank you。And tell me how about it。これは美味しそうですね。これうまそうだね。下にご飯あるの？うん、ご飯あるよ。ね、好みな味、わらわらわら今何が出た、俺から今俺から何が出た、ガーリックと醤油と塩とって感じ、へえ、100% うまいね、うん、ちょうどいいね、もうめっちゃ行々しい晩飯出されるよりさ、うん、この手作り感がまたばあちゃんちって感じしていいじゃんうまっ、わかる、俺も好きな味、めっちゃ食べやすいよね、うん、これもしかして扉閉まるんかな、玄関おお、行ったね、うわーい、さよなら、おやすみ、閉まった、むずすぎるんだけど、開けるのむずすぎるんだ、こうなる、ネジどうしたいんだろう、お兄さん、これは密会ですね、いやいやいや、坂本龍馬と薩長同盟ですね、まあ一杯やりましょう、チン炭酸水やないか、風が気持ちいい、あ、やばい、いや今のどうだろうな、今のどうだろうな、最近それハマってる変顔ルーレットでしょなかなか当たり来ないからな、かわいい顔の、どっちが当たりなのかわからん、なんか変顔が当たりなのかかわいい顔が当たりなのかもうわからなくなる、私はあれ何が出とんかわからんけんさ、自分でわかってない、うん、自分で見えんけん、いやそうなんだ、自分で見えんじゃん、うん、自分で見えんじゃんさ、他の子当たりが出ないね、お、回ってる外れやないか、外れ外れやない、また外れたか、お前運が悪いわ、いやいや人生そんなもんだよな、酸水のもこんな遊びをいつもしてます、
タルいるね、これすげえな、やっぱ水辺綺麗だからかな。あ、グッモーニング。ブレックファースト。やったー。How about last night? It's okay? Perfect. Mooping! Mooping! Yeah! We love Mooping! You like? Oh, okay! やったー。しかもスティキライスト。Mooping、ガイピン。ガイピン。カオニャオ。カオニャオ。カノムクロック。あー。カノムクロック。こんな大好きな朝食が出てくると。いや、嬉しいね。最高じゃ。宿の朝飯でムーピン出てきたの初めてだよね。買ってきてくれたんかね、近くで。俺たちの一番好きなタイ料理、このスティッキーライスとさ、めちゃくちゃ相性いいのよ。ガイピン？ガイピン。うん。ガイピンもうめえな。あ、本当？うん。Before the COVID-19, I work at the Bangkok. Uh-huh. I am teacher. Okay. Yeah. At the COVID-19.It's a program. It's a work at home. Mm-hmm. I leave from Bangkok and I come here. Yeah. I stay at my house. Mm-hmm. I think it's a happy life. Oh. It's a better. I see. From the big city. Yeah. The Bangkok is too busy. Wow. It's not too comfortable. Mm-hmm. But I think it's a choice for the people who want to stay with the nature.The lake and the mountain. Yeah. Yeah. 帰りましょうか。次の場所へ行きますか。行っちゃいましょうか。今の当たりっぽいぞ、でもすげえ笑顔だった多分当たりでしょ、それ。